が、一歩はわずかにずれました。頭でゴツンという当たり合う音が聞こえました。右四つになりました。時折こうして互いに相をつながら逆の四つになることがあります。天王が左の上手です。回しが取れなくなりました。玉の島苦しい。寄り切り普天王、腹を使いました。天王の勝ちです。互いに4勝4敗となりました。これは向正面の千田川さんに聞いてみましょうか。千田川さん、はい、左四つ得意の両者が右四つに渡り合ってしまいましたが、どう考えたらいいですか。ただ今の決まり手は、そうですね、まあ喧嘩するのがですね、はい、嫌だから、あえて左に組んだんじゃないですかね。互いに押っつけたところで逆が入ってるんですね、これ。そうですね、でも肩をですね、引っ付けて体密着していっていますから、はい、そういう方がですね、もう防戦一方ですね、玉の島ですね、つまり右四つになった体勢で四つ身の方がもう普天王の方がはるかに良かったということですね。そうですね、まあ、普天王は自力があると自分は思うんですね、はい、もうちょっと腰がですね、降りたらもう上位で十分通用できるから力があると思うんですけど、そうですね、ちょっと腰が高いんですね、そこをちょっと直してもらいたいですね。これ千田川さん、どうやって直しますか。もう四股と鉄砲とすり足ですね、あとは稽古、もうこれしかないですね。四股鉄砲、まあ、四股とすり足でこの腰が十分に割れて、はい、低い体勢というのを作れますか。今からでも作れますね、で稽古してぶつかりを長く出してもらって、なんかね、猛烈にこうなんですかね、可愛がってもらうということですね。まあ普天王、確かにそういう相撲を見てみたいと思いますが、やや腰高が欠点と言われている普天王です。さて、先ほどお約束しました寺尾対秋の島の、12年半にわたった戦いの中で最初の対戦、寺尾が勝ちました。最後の対戦は秋の島が勝ちました。その最初と最後、両者の、表情などもかなり12年半ですから変わっていると思いますがそれも楽しみにご覧いただきましょう。試合です。今日の好取組、突っ張る寺尾、寺尾構成、押した、押し出し、寺尾の勝ちです。初の後の対戦は攻めの厳しさが生きました。秋の島の方も痛めている右のふくらはぎが万全ではありません。先手は寺尾、秋の島下がらない。前に出ていく秋の島、押し出しました。秋の島の勝ち。悲鳴の中で寺尾10敗目です。という最初と最後の対戦でしたが、表情変わっていると言いましたが、ほとんど作山さん変わってないですね。いや、体の張りが違いますね。体の張りね、恥ずかしかったですね。あ、どうですか、懐かしい映像。懐かしさと恥ずかしさが、はい、そうですか。千田川さん、どうですか。そうですね、初顔で、あっけなく吹っ飛ばされてですね、俺って弱いんだなってその時思ったんですね。はあはあ、その印象がもうずっと強いですね。それから何度も対戦して、当然対策は常に練りながら。そうですね、間ぐらいに人を繰り広げてるんですけど、最初と最後はちょっと見たくなかったです。そうですか。次回お二人の組み合わせで放送に出ていただいたときに、間の取り組みを、いい取り組みを今度探してきましたので、本当に先代が親方がやると、動いて離れてるときは自分が勝つんですけど、動きが止まったらもう先代が親方の勝ちでしたね。確かにそうですね。しかし、平成に入っての取り組みですが、名勝負がたくさんあった寺尾と秋の島、もう最初の対戦から実況アナウンサー、先坂アナウンサーが大取り組みという言葉がありました。さあ、土俵は豊ノ島と出島です。3勝4敗同士、休場明けの豊ノ島、まだ本来の豊ノ島の相撲感が戻っていない印象です。
そして出島も左の肘の痛みに苦しんでいます。行司は木村和一郎。出島の踏み込み、右が入ると前に出てきます。少し大野島が止めました。出足を止めました。さあ豊ノ島がどうするかです。左を使いたい豊ノ島ですが、出島が強引に出ようとします。巻き替えました。これで豊ノ島の形です。もろ差し寄り切り豊ノ島。この巻き替えのうまさです。右が入っているところから左の巻き替えが特にうまい豊ノ島。もろ差しと言いますと寺尾の兄坂鉾のもろ差しが、有名でした、まあ、もちろん師匠のもろ差しも有名でしたが、得意の方を巻き替えるっていうのはあるわけですよね。そうですね、まあ、うちの兄の坂鉾の場合はですね、はい、もう立ち合いから2本入っていくもろ差しだったんですけど、はい、師匠の鶴ヶ峰の方は、はい、まず必ず左を入る自信があるので、はい、右を差して後から左を巻き替える、はい、だから今の豊島の相撲、今の相撲ですね、はい、こういう巻き替えがうちの父親の相撲でした ね、ただ豊島が今ちょっと左手が使えないんだったらですね、はい、右を差して、はい、で左は抱えてもいい、その後巻き替えてもいいんじゃないかなと、はい、立ち合いからこうもろ差し狙いでいくと決まる確率が多いもんですから。そうすると坂っ子よりも鶴ヶ峰の方の相撲を取った方が、もろ差しを今はですね、肘にちょっと負担があるならば、はい、そっちの方がいいんじゃないかなと思います。本来肘さえ万全ならばこの豊ノ島の相撲のうまさというのはね、かなりのものですからね。もう左手を使える豊ノ島はもう上位に間違いなく通じますからね。そうですよね。さあこれで豊ノ島は4勝4敗になってきました。出島は3勝5敗です。中日8日目の幕内の取り組みが進んでいますが、今日正面の解説が寺尾の錣山親方、向正面には